リンジー・バッキンガムは、アメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、ギタリスト、音楽プロデューサー。アメリカでの発音はバッキンハムである、ロックバンド、フリートウッド・マックのギタリストとして知られ、ソロアーティストとしても、精力的に活動している。1998年、マック名義で、ロックの殿堂入り、ローリングストーン氏選出。 歴史上最も偉大な100人のギタリスト第100位。1947年10月3日、米サンフランシスコ近郊のパロアルト生まれ。7歳からギターを始め、やがてサイケデリックバンド、フリッツに参加。長年ペアを組んだスティービー・ニックスとバンド解散後、1967年に加入した、同じ高校出身のスティービー・ニックスとデュオ、バッキンガム・ニックスを結成。 1973年には同名のアルバムをリリースするがあまり注目を浴びなかった。しかし、2枚目のアルバムを録音中にイギリス出身の人気バンド、フリートウッドマックのリーダー、ニック・フリートウッドと出会い、1974年12月にバンドを離れたボブ・ウェルチの後継として1975年1月、ニックスと共にバンドへ加入。その後、 音楽面のリーダーとして、ファンタスティック・マック、噂、キバ、ミラージュ等、名作アルバムの制作を支え、ライブツアーにおいても重要な役割を果たす。特に、噂は、ビルボードにおいて、全米アルバムチャート31週連続でトップを維持し、ジーも一躍時の人となった。そんなバンド活動と、並行しながら1981年に、ヒット曲、 トラブルを含む、ローオーダー。1984年には、実験的な、ゴーインセント2枚のソロアルバムを発表。またこの間、ブライアン・ウィルソン、ランディ・ニューマン、ウォーレン・ジボン、ボブ・ウェルチ、ドリーム・アカデミーらとのセッションや、プロデュースなどの活動も行っている。1985年には、豪華な顔ぶれと共に USA4 アフリカに参加し、 We are the world のコーラスを担当。1987年、アルバム、単語 in the night リリースと同時に、突如マックを脱退。1992年ソロとして隠れた、名版、アウト・オブ・ザ・クレードルを発表するの、長く表舞台に登場しない状態が続く。1996年、フリートウッド・マックは突如、絶頂期のメンバーで再結成ライブを行い、 リンジーも復帰しさらに鋭さが増したプレイでファンを魅了。1997年、ライブアルバム、ザダンスとして発表する。そして、すでに制作していた、リンジーのソロアルバムを下敷きに、2003年に、マックとして新作アルバム、Say You Will をリリース。2006年10月、57回目の誕生日に、ソロアルバム、Under the Skin を発表。 ライブ活動を積極的に行う中、2008年9月に、ギフト・オブ・スクリューズ、2011年9月には、シーズ・ウィー・ソーとソロアルバムを続けて発表している。2017年4月には、クリスティン・マクビーとのデュオ名義で、アルバム、リンジー・バッキンガム・クリスティン・マクビーを発表。2018年、フリートウッド・マックのスケジュールの相違でバンド側と折り合いがつかず、 同4月に、脱退の発表を。本人は1月に解雇されたと説明した。同10月、不当解雇を理由に訴訟を起こしたが、その後、バンド側と和解する。2019年初頭、以前から患っていた、心臓疾患が悪化し、手術を受けるが、その際に、生体の損傷も併発してしまう。完治するまでの療養期間、今後の活動を休止する。 写真家のクリスティン・レスナーと結婚3人の子供がいる。兄は1968年メキシコオリンピックの水泳200メートル個人メドレーの銀メダリストのグレッグ・バッキンガム。ロックの殿堂入り1998フリートウッド・マック・イーグルスほかテープ・ザ・ポップ2018年6月11日閲覧黄金期フリートウッド MAC の原型 伝説のデュオ、バッキンガム・ニックス唯一のアルバムが、ボーナストラックと共に復刻リリース。ライブランド、2018年6月11日閲覧。フリートウッド・マックの黄金期を支えた、リンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビーによる初めての、デュエット作品。ミキキ、2018年6月11日閲覧。フリートウッド・マック、リンジー・バッキンガムの脱退を発表。 NME ジャパン2019年2月12日閲覧。リンジー・バッキンガム、フリートウッド・マック解雇の瞬間を語る。バークス2019年2月12日閲覧。リンジー・バッキンガムとフリートウッド・マックの訴訟、和解。バークス2019年2月12日閲覧。フリートウッド・マックの元ボーカル、心臓手術で、生体損傷。 cnn.co.jp 2019 0 2から12閲覧ありがとうございます。